須田さん、これ持ってきたよ。これ買い取りしてこれ。スバルの純正っぽいっすけど、スバルって書いてねっすね、これ。これは RF-RB のオプションだよ、これ。なんかリズム&ブルースみたいな感じっすね。オーティスレンニングのドッグオブザベイっていい曲だったよね、これ。あ、バランスウェイト外からぶったたくやつだ。めちゃめちゃ高級なある意味でこれやられちったらたまったもんじゃねえよね、これ。確かこれスバルのオプションだけど、円形で作ってんだよな、これ。やっぱりあんた詳しいね、これ。褒めたからって買い取り金額を上げねえすかね。やっぱりダメか。これタイヤもすげえのついてますね。東洋タイヤのオブザーブガリット HT。 しかもここになんかマスコットキャラクターみたいなやつが乗ってますよ。桃から生まれた桃太郎かな、これ。製造年が2000年。あっという間の24年だったね、これ。最近まで乗ってたんすか、これ。そう、こないで室内保管してたから高く買ってくれよ、これ。まあ残り山ありますからね、買取金額これ。じゃあそれで山岡屋にラーメン食べ行きます。レアブラ変更で。じゃあそれで。